この番組は映像監督のヒゲとイラストレーターのハゲがおっさんならではの観点と加齢臭で語る番組です。一旦はいはい、おやすさん、まあいろいろな天然ボケをかましてくれる天然 OL の K さんパート4や、ね、続くね。尽きないね。尽きないね、うん、でまあ一応言っとくと、うん、俺は関東在住の関西人やねんな。うん、いやいやもう、うん、分かってるよ。で K さんは関東で生まれて関東育ちなのよ。ああ、もうそう、そんな感じするよね。うんうんうん、だからそれなりに関東と関西の考え方の違いで食い違いはあって、うん、でもいくら天然や言うても、うん、仕事中は真剣なのね。うんうんうん、いや真面目な子だったからね。うん、うん、そんな仕事中に起きた出来事やねんけども、うんうんうん、まあある日仕事で K さんと意見が分かれたことがあってんや、うんうんうん、ほんで俺が K さん、そういう考え方もあるけど、うん、これに関してはこういう流れでやらんとあかんねってっていうことを言ったのよ。そしたら K さんが、うん、言わせてもらいますけどって言って対抗してきたのね。おーおーおー、うん、せやからあのな K さん、まず原点に戻ってっていうことを言おうとしたら K さんが、うん、そしたら先輩あれでっかって言ってきてん。東京の人だよね。いやいやいや、関西弁映るっては言うけどでっかなんか言うたことないしなと思って。映っちゃなくてなんか作っちゃったんだね。計算らしい。というわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他、ヒゲのよりやす、ハゲのエイチの SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。